FM-8 は1981年に富士通が初めて発売した8ビットパソコンである。正式名は富士通マイクロ8。モトローラ社の CPU MC6809 をメイン CPU とグラフィックを独立制御するディスプレイサブシステムへそれぞれ搭載する 2CPU のアーキテクチャを採用。メイン CPU とサブシステムは ホスト CPU とグラフィック端末の関係にあたり、サブプロセッサがグラフィックス処理など、当時のハードウェアにとって大きな処理を肩代わりすることで、メイン CPU の処理を軽減し、全体としてのパフォーマンス向上を目指した。このアーキテクチャは、後の FM-7 シリーズ、FM-11 シリーズ、FM-16 ベータシリーズまで引き継がれていく。富士通の発表によれば、 世界で初めてパソコンに当時の大型機並みの 64KbitD-RAM を採用し64200ドット発色の表示機能、アナログ入力や RS-232C の標準装備など当時としては画期的な機能を搭載し218000円という戦略的価格で発売した。オプションには漢字ロムやフロッピーディスクドライブ、 バブルカセットなどの補助記憶装置のほか、GP-IB ボード、I-O 制御ボードなど、計測機器との接続や外部機器制御を目的とした、拡張ボードや FM-8 を大型コンピュータのオンライン端末や、オフラインのデータ入力端末として利用するソフトも提供され、パーソナルユースに加え富士通の得意とするビジネスユースを強く意識した商品でもあった。また、 Z80 カードを搭載することで CPM の動作も可能で海外製の各種言語や開発ソフト、データベースを提供したこともコンピュータソフト開発関係者の需要を見込んだものである。後に8088カードと 128KB の増設メモリーも発売された。Z80 カードコネクタにはメイン CPU のバスが接続されており、 ここに接続する PSG 音源カードがサードパーティから発表されている。内蔵する電源からの発熱が大きく、筐体の電源上部に当たる部分にスリットが設けられたことから発表資料と製品カタログでは外観が異なる。また、製品が潤沢に供給されるようになったのは1981年末頃からであった。マシン語でのゲーム開発においては、 サブ CPU でグラフィックス処理を行うシステムがかえってアイロになるもののメイン CPU とサブ CPU とのインターフェースとして山内コマンドなどが紹介され FM シリーズでのゲーム開発に大きく寄与した後に姉妹機種として一部機能を割愛高速化した連価版である FM-7 と上位機種である FM-11 シリーズが発売された FM-7 発表後はメイン CPU、サブ CPU の高速化やカードスロットの外付けなど FM-7 との互換性を確保する改造がホビーユーザーを中心に流行した。イメージキャラクターは伊藤舞子、女性アイドル企業の先駆けでもあった。他同時期に富士通の技術者だった渡辺秋夫が創業したベンチャー企業のシステムズフォーミュレート社が FM-8 と外観や磁気バブルメモリなど類似点が多いバブコム80を開発して1981年9月から16万8000円で発売。生産は富士通が受け負っていた。バブコム80は Z80 を搭載した CP-M マシンで意欲的な設計であったものの営業的には振るわず、1983年4月、 上旬の同社の自己破産とともに短命に終わった。ありがとうございます。